日西補助日西浦和城は、文読、慶長の役で、加藤清正により、現在の大韓民国ウルサン広域市宇州軍に、築かれた和城。現在のウルサン市の中心部から南に、約15キロメートルほどの位置する海に面した、小高い200メートルの山の上に築かれた。海は入り江になっており、城の築かれた山の北側には川も流れている。形態は山城。 山頂に本丸、山腹に二の丸、麓に三の丸という配置である。本丸には天守も築かれた。現在では山頂と山腹に石垣のみが残る。朝鮮半島に当時築かれた和城の中でも保存状態が良い。日本に残る城跡のほとんどが江戸時代に大名、幕府の意向を示す、見せる城として作り替えられたもので。 安土桃山時代の実践用城郭の遺跡は少ない。このため、築城研究の貴重な資料ともなっている。1593年、加藤清正が築城。1594年、文禄の役の和平交渉が日清浦和城内で行われた。朝鮮側の記録では4回行われている。1597年、慶長の役が始まると、日清浦和城には、 加藤清正軍が入り、ここから出撃して、全羅道及び、中西道方面を相当した後帰還する。その間は、朝野義長が在番している。この年の末、北隣で築城中のうるさぎ山戸城が行為を受けた、時、加藤清正は、東城にいたが、急報を受けると軍船に条を座して、うるさぎ山戸城に向かう。1598年が明けると救援に向かう。 日本軍の集結拠点となり、1月2日に出撃し、4日に、明、朝連合軍を撃退した。この戦いの後、ウルサン城の守備に宣伝することになった、加藤清正に代わって、毛利義成が在番となり、次に、黒田長政が交代した。豊臣秀吉の死去を受けて、朝鮮から日本軍が帰国することとなると、1598年11月、 西西浦和城からも首相となっていた黒田長政が撤収して放棄される。その後、空城となった東城に巻き引きる名、朝連合軍が入城した。1599年、文読、慶長の役で戦死した人を弔うため、青表堂が作られる。ありがとうございます。